ソルベイグは、日本の競争場、繁殖品場。主な勝チクは2016年のフィリーズレビュー、箱館スプリントステークス。場名の意味は、イプセンの儀曲、ペールギュントに登場する金髪の美少女。2013年3月4日に、北海道白尾町の八代大コーポレーション、白井ファームで誕生。一口主法人、G1 サラブレッドクラブより、 総額2000万円で募集され、千歳セの八代大ファームで育成された。立党、サメ島はじめ旧社所属となり、2015年11月に、安城川多所宮城でデビューして新馬価値を飾る。その後は500万下を参戦して3、3、5着であったが、5000目のフィリーズレビューでは8番人気の評価を覆して、重賞発生覇を飾る。 本番の大歌賞では17着と大きく崩れたが、箱館スプリントステークスでは12番人気ながら50キロの軽量を生かして、周字を離させり落とし、重賞2勝目を挙げる。同年のスプリンターズステークスでも勝ち馬、レッドファルクスからタイム差なしの3着に構想している。2017年もビクトリアマイル5着。 キーンランドカップ2着など堅実に走るが、スプリンターズステークスは除外となってしまう。代わりに出走したオパールステークスでは、貫禄勝ちを収めるが、その後は不振に陥り、2018年4月に競争馬登録を抹消された。現役引退後は、生まれ故郷の白老いファームで、繁殖品馬となった。以下の内容は、netkeiba.com の 情報に基づく。ありがとうございます。